はいどうもこんばんは、マーキュルです。今回はですね、はい、ということでね、昨日はサメロック行ってまいりました。はい、サメロックというのはですね、腹切万歳さんが気仙沼の方でなんか野外フェスみたいなイベントをしてまして、それにね、普通にお客さんとして私行ってまいりました。はい、ということでね、まあ親方に誘われて自分行ってきたんですけど、で宮城とか初めて行って、すごいなんか自然の中で山奥でやってたんですけど、いやすごかったですね。でもう手作りのウォータースライダーみたいなやってたり、宝部さんと親方が一緒にコラボでライブやったりとか、ほんとすごい楽しかったです。でですね、まあツイッターとか見た方はわかるんじゃないでしょうか。私ね、まあウォータースライダーでね、まあサグワとか A ちゃんとかソーマトランジスタさんとかヘキホーさんとかと一緒いたんですけど、の時にまあそのテンションでもううわーみたいな感じのノリでウォータースライダーしたんですよ。まあ最初はね、自分一人でファーって降りてって、まあこんな感じだったんですけど、でしてたらなんか人間ボーリングしたいなーってなって、で人間ボーリングしたんですよ。ソーマトランジスタさんがねボールになって、で自分たちピンになってこうってやってて、そしたらですよ、見たっしょ見たっしょ、いやほぼほぼ交通事故でしょ。でも左足から浮いたからね、左足にボーンってぶつかって、でもめっちゃ痛かったんですよ。もう立ち上がれなくて本当に。でもそしたら宝部さんのライブ始まっちゃって、やばいやばいっつって行くじゃないですか。で最後の方で観客ダイブみたいな、ステージに立ってそっから観客に向かってダイブしてわーみたいな、ワンオクロックとかのさライブとかでよくあるじゃん、あれをしたんですよ。の時に自分も参加させてもらって、ステージ立ってわーって行ったら、めちゃくちゃ左足痛くて、なんだこれみたいな、見たらこんな腫れてたんですよ。これほんとやばいみたいな。で見た瞬間もどんどん痛くなってきて、普通に歩けてたのも全然なんか歩きづらくなってきて、やばいみたいな、引きずってこう歩くような感じになってきて、時間が経つにつれて膨れてくるんですよ。もう親方とかもうみんな心配してて、病院行けって言われて、今日病院行ったんですよ、授業休んでね。で結構待たされて、午前中行ったんですけど、結局2時3時とかまで待たされて、で名前呼ばれて桑原さんどうぞって言って、でも先生が見た瞬間に大丈夫、ちょっとこっち来てって触らされて、触るじゃないですか、これやばいみたいな、すぐレントゲン撮ってくださいってこと。結構先生が焦ってて、まあ確かに膨れ方が異常だったから、でもすぐレントゲン撮って、で診察室呼ばれて、でもやばいめっちゃ待たされたみたいな、これ絶対折れてるわって行くじゃん。でレントゲン見せられたの、骨めっちゃ綺麗やった。昨日の動画がこちら、そしてチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。はい、ということでね、先生にね、映像を見せたんですよ。こんな感じでって。で、普通の人だったらこの腫れ方だったりしてるし、絶対ありえないみたいな。ひび入ってるとかじゃなくて 100% 折れてるみたいな。だけど君、骨に傷一つついてないって。常人じゃないねって、すごい、笑われた。